大谷翔平、土軍加入の経済効果は約865億1999万円。一人で阪神 V 超え、関大名誉教授が試算。昨年阪神が日本一に輝いた経済効果は約872億2114万円。阪神優勝の経済効果は阪神の約70数名の選手全員で作り出したものであったが、大谷選手はたった一人でその額に匹敵すると言及した。つまり10年1000億円の契約というのは、大谷翔平サイドとドジャースサイドで妥当な金額だったということ。ある意味ドジャースはどの角度から見ても神様のように見えるだろうね。経済効果より彼のいるドジャースの将来は明るいと思う。大谷翔平一人で阪神に匹敵するのか、阪神が大谷に匹敵するの、どっちが正しいんやろ。国民的なスポーツ選手、日本で一番人気のスポーツチーム。価値ある人間な上に謙虚でいやらしさが全くないなんて、もう完璧すぎて同じ人間として悲しくなる。大谷は一つの企業だね。まあ、阪神選手の総年俸は30億ぐらいだからね。経済効果とかいう何の意味もないしろ。また適当メディア御用達経済効果教授か。一平が半額まで落としただろ。これ大谷の年俸余裕でペイできるな、ドジャースーハウハだろ。この関西大学の教授ってずっと経済効果の試算してないか。経済効果って意味わからんよな。この前動物園のパンダが10億とか言われてて、絶対適当に計算してると思った。金が動けばそれが経済効果やからね。こういうの予想してるけどほとんど当たってないやろ。阪神の優勝での経済効果も予想上回ったって言ってたし、あれだけスポンサーがいればなおは活躍さえすれば1000億もすぐ回収できるだろう。やはりそこは頑張ってほしいもんだ。ユニフォームの売り上げもすごいけど、犬飼っただけで向こうでも話題になってるし、さらにスポンサー増えそう。経済効果って別に黒字の話じゃなくて、金銭がこれだけ動きましたって話。